はーい、皆さんこんにちは、のぺんです。ラフトやっていきましょう。さあ、前回は巨大な無人島に流れ着きまして、でそこでイノシシと戦いました。でイノシシ強かったけどもなんとか倒しましたということで、今回も頑張っていきましょう。よーし、やっていきまーす。そうですね、じゃあ今度はシャベル、これを作れるようにしましょうか。でシャベルとあと金属の槍か、これも取っとこうか。はい、であとはアドバンス洗浄機、これはね多分水がもっと作れるようになる機械だ。でカカシ、カモメを作物の土地に近づけさせないようにする。あーいいじゃん、欲しい。じゃあ作ってみましょうか。まずは何を作る。カカシ、あーで釘がいるか。釘。じゃあ1、2、3で、これでカカシができますね。はい、じゃあカカシ置いてみましょうよ。カカシ、じゃあこう、作物とか、じゃあここに、じゃあ置いときましょうか。じゃあ置いときます。はい、あーもう絶対マスト邪魔になってるよねで、これがカカシか。あ、かわいいかわいいじゃないですか。へえ、なるほど。で他には、作れるようになったのはシャベルか。でネジと金属のインゴット、金属のインゴットどうやって作ればいいかな。で砂とか粘土も作らないといけないね。であとは結構ね家具とかもたくさん増えたな。あとは回収ネット、あー作れるね。じゃあ作ってみましょうか。はい、でロープがいるか。ロープ、で回収ネット作れますよね。これはね、あれなんですよ、漂流物がこの回収ネットを通ると自動的に捕獲してくれるってやつです。だから結構便利ですよ。でもじゃあここ置いとこうか。じゃあここにも置いとこう。はい、で今度はじゃあこうしてこのね、ネットは守らないといけないから、あーここでよかったかな。さあ、またまたでっかい無人島に到着してしまいました。じゃあ私も準備していきましょう。じゃあまずはじゃあ玉ねぎ食べて、でこれあとサメ肉、あとまだ焼けないの。またあよかった、またサメが襲いに来たかと思った。で交番で、ここ出入り口どこだろうな。でプラスチック、はいはい、またこの野郎この野郎、あーあで、あれサメ倒したのかな。なんだなんか落ちてきた。なんだ今ので、回収ネットに、あー引っかかってる。やった、プラスチック引っかけてくれてた、サンキュー。で、じゃあこうしていたた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 、やっぱあいつだ、あいつが石落としてんだ。びっくりした、痛かった今の。もう一個も早く上陸してあいつを倒さないと。じゃあ行きましょう。あー、またその前にちょっとマストを下ろしたい。痛い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 、やめてやめてやめて、やばいやばい、ピンチで、マスト、はい、こう、ちょっと的を絞らせないようにしないと。で、こう、で、流されないように。で、なんか引っかかってる、あ、箱だ、ナイス。で、こういうの、あーと、フックか。はい、じゃあこう、はい、で、これで手に入ったのはスクラップだ、なるほど、こうやって手に入れる。こう、で、こうして、さあ、で、スクラップナイス。で、これも、あ、これも取れるか。さあ、上陸しました。で、次はですね、じゃあまずパッケージ開けましょうか。旗だ。また旗。木。木っていうかね、なんか貴重なものないかな。この島でしか取れないような。あれ、あとマンゴー。はい。で、こう、2、3、はい、4。はい、5、はい、OK。で、あとカゴ、なんかめっちゃ入ってた、やった。で、マンゴー食べて、はい、マンゴー食べて、で、こっち、で、こう、上陸できる、OK。で、あの野郎、あー、
君は待って君は何食料だ。待て早いな。あれ追いつけねえじゃん。どうしよう。あーもうあっち行ってた。もういいやもう。イカダ大丈夫かな。あれどうやって捕まえるんだろう。船だ。あーなんかいる。ここでやろう。なんかいる。あーとあれなんかつけないな。ごめん待って。つけない。どうすりゃいいの。まあいいやもう無視や。うわーいるよあいつ。もうやめて。何もしないから。あでまたバグってる。もうまたバグったや。またバグってますよ。お前と一緒じゃないか。とりあえず味方に戻るために自死を選びます。こんなことしたくないんだけどね。あー死んでしまいました。ということで降参して再開する。でこれでイカダ戻りました。やったー。こんなんありか。でこちらああもうサメさんよ。あーで私死ぬじゃん。まずい。私死ぬじゃない。どこへ。あーよかったオッケーオッケー。あーもうダメかあ、で、また、無人島だ。じゃあ、こういって、開いて、で、こうやな。こう。よーし。で、じゃあ、樽取りまして。いやー、でも、この、ね、島が消えるシステムなんだろうね、もう来ないで。あーで、これ、ネットしっかり引っかかってくれてる。オッケー。樽も引っかかるんだ。で、めっちゃ引っかかってた。ナイス。これはちょっと探索効率よくなるね。じゃあこうして、こうしよう。よし、じゃあそろそろ行きましょう。で、大丈夫かな、イカダ。やっぱイカダはね、ちょっと砲を収めた方がいいわ。はい、で、で、プラチックで、樽で、こうして、で、こっちな。開くか。はい。で、これでネット引っかからないか。で、はい。プラスチック。プラスチック。さ、急ごう。もう行かなきゃ。で、てっぺんには何があるかな。行ける？あ、行けるね。なんもないんかい。行かないから。いや戻ろう。で、じゃあこの辺のやつも取っておこう。はい。で、石、なるほど。石取って、はい。石取って、急いで戻ろう。で、これが、砂か。待って、で、私、溺れそうになってる。で、砂。はい、戻ろう。戻りましょう。さあ、サメよ。私と勝負だ。出てこい。どこだ。あ、いた。怖いな、ほんとに。さあ、こう。オッケー。ざまあ。もうサメなんか怖くねえよ。さあ、そして、じゃあ、ロープ作るか。ロープたくさん作ってこい。で、これで。で、次は、じゃあ4番にして、で、パーツもっと、じゃあ階段作ってみるか。じゃあ、こう。釘がいる。釘。で、スクラップもたくさん手に入ったんで、じゃあ、こう。わー、すごい。階段ができました、やった。で、じゃあここ土台普通の上げ底、違うな、木の屋根とか、土台でいいのかな。あーでイルカちゃん。でサメにこう食われた。ちくしょう。でタルわーイカダさんだ。イカダさんじゃない、イルカさんね。でタル
敵様。ほいこナイス。で2階はどうやって作ればいいのかな。なんか土台とかいいのかな。で、あ、新しい島あるじゃん。待って、で、サメサメサメ、やっぱり、オッケー、危ねえ。そろそろだと思ったよ。あー、で、いい感じで近づいてますね。じゃあ、こうよし、行きましょう。はい、こう、あー、いいですね、いいですね、ナイス。さあさあ、木材回収チャンスで、こうして、はい。で、あと上の方には何かあるかな。なんかスイカが、スイカスイカスイカ、よし取った。いただきます。パク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 、あーいいですね、美味しい。で、パイナポー、パイナポーも食べる、美味しい。で、斧なくなったか。じゃあ作りましょう。はい、で、こうして3、はい、4、はい、5。で、できれば、あー、で、パッケージもあるじゃん。あ、フックもないじゃん。で、マキラック、あ、そんなんある、おしゃれだね。で、プラスチックがない、もうこういう時に限ってプラスチックがない。あそこにあるじゃん。で、あ、プラスチックあるじゃん。よし、で、あ、もうまたか、もうまたお前ですか。ここで、あー、ちゃ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 、ちくしょ、邪魔だな。こで、スクラップを取る。はい、で、いるんかい。よし、でも酸素が続かない。ふわー、痛い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 、撤退。で、あとは、船底で回収できるもん、あそこか、これか、なんだろうこれ。これは何じゃろ、銅だ。銅が手に入った。はい、さあ、酸素やばい。で、あと回収できる砂とか泥とかが欲しい。これか。はい、さあ、で、はい、で、作って、はい、で、石だね、これは。ここ、はい、酸素きっつい。で、これが泥か。石と泥はね、この色はちょっと違うんだよね。はい、で、さっきの銅とか、あと石とかを、じゃあリサーチボックス、まあもうもう今喋ってるんでしょうか、もうやめてやめて、もう何回この私の床を壊したら気が済むんだ、君は。じゃあ、戻りまして、こう、まずは砂調査はできないか。で、じゃあ、銅。あ、調査できない。で、粘土。粘土はできるか。で、できればね、そうですね。こちら、鍋を作りたいんだよな。鍋か、あと、溶鉱炉。もうちょっとな、ドライブロック。これはなんだろうな。ん？じゃあ、今度は、柱使ってみましょうか。んじゃあ、柱作ってみましょうか。はい。柱。こうすればいいかな。はい。で、柱ができました。で、今度は、こうして、で、木製フロア。これでいいかな。あー、いける！柱か！なるほど、なるほど。あー、で、今度は板が足りないか。板、板。うわー、取れないかな、どっか。わー、板欲しい。やっと2階ができたんだ。欲しい欲しい欲しい。で、体力もだいぶ回復してきたんで、じゃあ探索行きましょう。また来るか？ないっぽいね。オッケー。じゃあ、こう。もういるじゃん！なんでさっきいなかったよね。で、こう。急げ。あの野郎が、また来る。どっから来んねん？どこから？どこ行った？いました今。もう体力やばいな。あっちの、こっちの下とかもね、見てみたいんだよな。あー、いいじゃん。あるある、粘土。はい。
あー危ねえ危ねえよし、ここの、ここは安全地帯らしい。やった、安全地帯じゃねえ。何くそ。じゃあ板も溜まってきたので、今度はじゃあ土台作っていきましょうか。こんな感じか。なるほどなるほど。で、柱がフロアを広げるたびに必要なんですね。なるほど。じゃあこうして、で、どのあたりにかな、ここ、はい。で、で今度はこうして、はい、木製フロア。あー、なるほどなるほど。 OKOK、 よしよしよし、分かってきました。素晴らしい。で、さすがにちょっとマストが邪魔か。で、あー、大きい無人島到着しましたね。で、またあのハゲワシいるわ。で、はいはい。で、素材も集めて、で、今ロープたくさんあるか。いいね、よし、止まってる。よし、探索行きましょう。さあ、まずは登るの、こっからでいく。ここでいい。うわー、痛い。またあいつか。また石落としてきたんか。ここはちょっと上陸できなさそうだな。こうか。あ、こうだ。なるほど、よかったよかった。で、できれば斧も作っときたいですね。よし、OK。待てか。あー、怖い怖い怖い。お、今石完全に持ってたもん。あー、持って。まずいまずいまずい。あいつサメより危険かもしれん。で、こっちにはなんもないな。どうやって倒せばいいのかな。あー、でイノシシいるじゃん。またこの野郎。あー、痛い痛い。逆に私が落下で痛くなっちゃったわ。うわ、痛い。やめろ。あー、もう大ピーチ。あー、でまたポントイさんいる。よし、だいぶ落ち着いてきた。まずは、追ってきてる。もうやめて。で、石も落としてきてるし。何なのこいつは。私に何の恨みがある。私を略奪者だと思ってんのかな。で、また消えるかもしれんから急いで収集していこう。はい、ここか。あ、ここじゃないか。ここはどうやって。で、あー、で、またあのヤギさんいるわ。あのヤギさんね、倒さないから。で、こっち登ってきておった。お、いいね。はい、わ、たやめた。あ、相手ですね、やめよう。さあ、島の高台のところまで来ましたけれども、ここはスイカ、はい。で、あ、パイナップル、はい。で、あ、カゴありますよ。さあ、カゴの中身は何でしょうか。はい。あ、で、なんかめちゃ捨てちゃった。待って。なんか食べよう。こうして、はい、食べて。で、食べて。だいぶね、木切ったからね、交番が、厚板がね、めっちゃあるのよ。じゃあ、マンゴー食べて。はい。で、お腹満たせば、さあ、取れるかな?で、交番、ネジ、パッケージ。ネジか。ネジはいるな。となると、じゃあ、ロープ作るか。はい。で、枠1個作って、で、レッドベリー。あ、こんなもんあるんだ。じゃあ、食べて、はい。で、枠もう1個増やして、よし、でもうお腹いっぱいやな。で、パッケージ。はい。パッケージの中身は、開いた本。はー。で、今度は、これマンゴーだな。多分、ここでね、誰か暮らしてたんだよ。わあ、切なくなっちゃうね。はい。で、4、5。で、交番めっちゃ手に入ったな。で、はい。で、厚板、マンゴー、ヤシの葉、マンゴー。マンゴーめっちゃ手に入ったな、今回。さあ、では、クラフト再開します。またもうまたお前か。ほら。あー、で、倒した。あ、オッケー。じゃ、長押して持ち上げる。やったー。で、サメ肉。で、あ、サメの頭ね。やったね。いやー、サメめ。と思ったら、アイカだ。あった。
さあ、で戻ってクラフトしましょうね。はい。でまずは、まあ、まずは当面はフロアを広げるようにしていきましょうか。こうして、でこうしてこうして、でプラスチックがなくなったんで、今度はじゃあ2階広げましょうか。2階はね、そうですね、さすがにね、ちょっとマストが邪魔か。あ、柱だな。待って待って、じゃあまずマストをじゃあしまいましょう。待って、あ、アイテムいっぱいか。じゃあまたストレージ作らないといけないかな。スイカ食べるか。じゃあスイカ食べます。で、サメの頭サメの頭、あ、サメの頭ね、装備できるらしいわ。え、マジで。あー、なんかこれあれだな、サメの頭かぶってんな。これ視点の変化とかできないのかな。あー、できるできる。あ、これが私だ。なるほどねかわいい。ちょっと待って、こんなことできるんだ。あ、こっちの方がやりやすいかもね。で、こうして、こうか。うわ、かわいいサメの頭かわいいな。いいねいいね。で、次は、まあ、こんなことしてる場合ではない。あー、で、ウミガメだ。今度はウミガメがいるじゃん。わー、かわいいね、ウミガメ。わー、すげーすげーすげー。で、今2階部分こんな感じですね。結構いい感じに仕上がってるような気がする。で、じゃあ今度はこれか。これが邪魔なんだ。旗外して、ちょっとアイテムがちょっと今パンパンなんだよな。待って、で新しい島ついたね。じゃあ今度はマストをじゃあこっちに置いとこうか。で、じゃあ開いて、でこうして、はい、さあ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 、でたる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 、はい、いきまーす。ほい、でサメよ、あそこにいるか。はい、で、あ、サメに気づかれてない。こんなん初めてやな。で、はい、で次は4番で、フロア広げて、はい、お、だいぶでも広くなったね。さあ、こちら見てください。かなりね、イカダが大きくなりましたよ。で、2階建てもできたんでね。で、ここでマストを操作したりとか、あとリサーチボックスでね、調べ物したりしていきたいと思います。で、サメ、また来ようとしてる？また来ようとしてる？こら。さあ、ということで、引き続きイカダ作り頑張っていきます。はあ、じゃあ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価、お願いします。のっぺんでした。さよならー。